こんにちは。この動画は2019年度センター試験数学1、数学 A 第4問括弧2の解説です。括弧2の問題、49の倍数である自然数 A と23の倍数である自然数 B の組、ラージ A、ラージ B を考えると書いてあります。実はこれ49の倍数、23の倍数というのは括弧1番のこの問題に実は関係してるんだっていうことを思いついてくださると、ここでは回答が分かりやすくなると思います。では早速解説です。49の倍数である自然数 A49X と置きましょう。それはなぜかというと、括弧1番で 49X が登場してるからですね。23の倍数である自然数 B を 23Y と置きましょう。そうすれば実は括弧1のそのままの問題が使えるわけです。 A と B は 49X,23Y、 つまりA と B の差の絶対値が1って何かというと、この話ですよね。絶対値の 49x-23y 絶対値と G=1。これってどういうことかというと、実はこの話です。ですよね。49x-23y が1になるケースと、49x-23y が -1 になるケースがこのケースなんですね。ではここで考えてみると、実はこちら1にして、こちらを2にすると、1は、すでに括弧1で x イコール8と y イコール17と出してるわけですね。この問題は a が最小になるのは何かということを尋ねていますから、もう一つの2、つまり2がどうであるかで、この8がそのまま回答になるのか、そうじゃなくなるのかが決まります。ではやってみましょう。つまり2は1で回答した x イコール8と y イコール17をそのまま使います。-1倍ですから x イコール8かけるこの -1 を使いますよ。これが2だったら2倍というふうに考えてください。-1倍です。ということでここ x イコール -8、y イコール17をここ -1 ですから -1 倍、するとここでマイナスの17が出てきます。よろしいでしょうか。では先ほどと同じ計算です。こちら 49x-23y イコールマイナスの1、この下に49かける x がマイナス8、マイナスの8、マイナス23かける y がマイナスの17イコールマイナス1、縦式で書いて引き算をします。するとこちら49括弧 x プラスの8マイナス23括弧 y プラスの17イコール右辺は0になります。これを移項するんでしたよね。移項します。するとどうなるのか、つまり49括弧 x プラスの8イコール23括弧 y プラスの17が出てきます。49と23は先ほどと同様互いにそうでしたから、実はこの x プラスの8は23の倍数にならなければいけないわけですね。そこを書いていきましょう。ここでこの x プラス8はこの23の倍イコールですから、23の倍数じゃなきゃいけません。当然 y プラスの17は49の倍数じゃなきゃいけないという意味になりますよね。23の倍数より動かしますね。 x プラスの8イコール23p としましょう。 p は整数。よろしいでしょうか。すると x イコール 23p マイナスの8が出てきます。ではこのまま y の値も表現してみましょう。ずらしますよ。すると
x イコール 23p-8 でしたけれども、 x プラス8を 23p と置いたので、こちらの上の式、この式ですよね、このちょうど真上の式のこの式のここに 23p を代入してあげましょう。よろしいでしょうか。そうすると 49×23p イコール23y プラスの17が出てきます。ここで両辺に23がありますから、23割ってあげると、結果的には 49p イコール y プラスの17となります。つまり、ゆえに y イコール 49p マイナスの17が出てきます。紙を変えさせてもらいます。よろしいでしょうか。今出てきた答えをそのまま書いていくと、 x イコール 23p マイナスの8、それと y イコール 49p マイナスの17が出てきました。ここで今この式に注目してください。これをラージ A としましょうか。このラージ A の式、このラージ A は p を0としたとき、 x は 23×0 マイナス8でマイナス8になります。自然数ではなければいけないと言われてますから、マイナス8は不適格ですね。では p を1にしましょう。1にするといくつが出てくるかというと、 x イコール23×1 マイナスの8で答えが15が出てきます。さて、先ほどの 49x マイナス 23y イコール1の x は8だったんですよね。そして y は17だったんです。ここでは最小ということを聞いていますから、8と15はどちらが小さいかというと、x イコール8の方が小さいわけです。ということで結果です。結果は x がよって、 x が最小の自然数は x イコール8、これが、答えの9のところに入ります。つまり、49×8、9だったんですね。同様に、ずらしますね。同様に、y イコール、その時の答えが17でしたから、17より、23×17 で、ケトコが完成します。それではその続きの、A と B の差の絶対値が2ということで回答を進めていきます。 49x-23y の絶対値が2ということですから、実は 49x-23y イコール2と 49x-23y イコールマイナス2となります。上の方をアにして、下の方をイにしてしまいましょうか。するとアはこの問題の括弧1より、括弧1はどういう答えが出てきたかというと、 x が8で y が17でしたよね。それがここ2倍するということですね。ここが2になっているから。つまりここから x のこの組み合わせを満足する答えは、 x は 8×ここが2ですから2です。ということで16、 y は 17×同じく2倍です。同じく2倍。ということで34。では計算を進めていきますね。はい、するとずらしますよ。はい、すると今 49x-23y イコール2の式と答えが16と34をそれぞれ x と y に入れますから、 49×16-23×34イコール2を書いて引きます。そうすると 49 括弧 x マイナスの16
マイナス23カッコ y マイナス34イコール0が出てきます。移行しますよ。49カッコ x マイナス16イコール23カッコ y マイナス34です。49と23は互いにそうでしたよね。ということで、ここの x マイナス16は当然この23の倍数より x マイナス16イコール23 q括弧 q は整数とすれば、ずらしますね。ここまででいいかな。はい、とすれば、続きます。こちらの x マイナスの16が、この23 q になるわけですから、49かける23 q イコール23括弧 y マイナスの34となります。すると23がこう消えてなくなりますから、ここは49の q イコール y マイナス34です。つまりこれは y イコールにしてあげると、 y イコール 49q プラス34です。まとめますね。先ほどのこの x の答えまだ出していなかったので、まとめるとこういうことです。まとめると x イコール、23q プラスの16、そして y イコール 49q プラスの34というところまでまとまりました。さて、ここで q を0にしてしまいましょう。ここの q を見えなかったですね、失礼しました。ここの q を0にしてしまいましょう。 q イコール0の時、すると x イコール23かける0プラスの16は16が出てきます。よろしいでしょうか。 q を、マイナスにしてしまいましょう。マイナスの1、すると、x イコールマイナス23プラスの16で、この答えはマイナスの7かな。ということでこれは負荷ですよね。自然数じゃなければいけないので負荷です。ですからまずこの問題の 49x マイナス23はイコール2の時の最小の自然数は、今 x は16と出たわけです。でもう一つのこちらです、 e のケースです。今このあのケースを計算したら x イコール16が最小の自然数と出ました。次に今度は e のケース、このケースを計算してどちらか小さい方を答えればいいわけです。それでは続けていきましょう。するとちょっと紙を用意しましょう。 e のケースは、括弧1より e のケース括弧1x イコール8と y イコール17より e のケースの x は8かけるマイナスの2マイナス2でマイナスの16、 y は17かけるこの17ですね、マイナス2倍です。マイナスの2倍で答えがマイナスの34となりますから、ここで 49x マイナス 23y イコールマイナス2から、この数字をそれぞれ x と y に代入してあげて 49× マイナスの16マイナス 23× マイナスの34イコールマイナスの2を引きます。そうすると49カッコ x プラスの16マイナス23カッコ y プラスの34イコール0が出てきます。ずらしますね。この辺まででいいかな。はい、そうしてこちらを移行しましょう。すると49カッコ
x プラスの16イコール23括弧 y プラスの34が、登場です。そしてその後ですね、この x プラスの16は23の倍数じゃなければいけません。 x プラス16は23の倍数なので、x プラス16は 23r、 r は整数と置いてしまいましょう。するとここで x は 23r マイナスの16が出てきます。そしてこの x プラスの16のところに同時に 23r を入れてあげて y を出しましょう。x プラス16イコール 23r を代入します。すると 49×23r イコール23括弧 y プラスの34となります。23を、両辺割ってしまいましょう。続けていきますね。すると、この式は 49r イコール y プラスの34となります。ゆえに y イコール 49r マイナスの34です。まとめますね。まとめると x イコールこの式ですね、この式です。 23r マイナスの16、 y イコール 49r マイナスの34が出てきたということですね。ここで r を、この r を0にしましょう。r イコール0の時どうなるのか、 x イコール0マイナスの16でマイナスの16、これは負荷ですね。では次に r を1にしましょう。 r を1にした時、そうすると x イコール 23×1 マイナスの16で答えがいくつになるかというと7になります。先ほどの答え覚えてますか？先ほどの答えはこちらでしたよ。ずらしますね。これです。 x イコール16が出たんです。そして今 x イコール7が出たんです。どちらが小さいですか？こちらが小さいですよね。これが解ということでまとめましょう。よろしいでしょうか？いきますね。したがって AB は 49 かける何かが入って 23 かける何かが入るということになりますよね。ということでここには7が入ります。 x イコール7でしたね。そしてその時の y ですけれども、今 r が1の時だったんですね。ですからここの y には r が1が入って、 y イコール49×1 マイナス34になります。ということでこの計算をすると15が出てきますから、この15がこちらに入るわけですね。15ということで、答えは3に入るのが7、4に入るのが1、巣に入るのが5ということになります。お疲れ様でした。